はい、サイモン君です。本日はですね、ソニーから新しく出たこちらのカメラ、ソニーのね ZV-10II をご紹介していこうと思います。まずは作例から見ていただきましょう。いかがだったでしょうか。冒頭で見ていただいた映像はソニーの、ね、Vlog カム ZV-10II でほぼ撮影しております。あらかじめ言っておくとですね、今回 ZV-10II とですねアクションカムも使ってます。 DJI のアクション4と360度カメラはインスタ360の X4 を使っております。あとはねドローンショットですね、 Z9 を使用したシーンがあるんですけれども、それはですねこの ZV-10II 自体の姿を映すために使ったワンカットって感じなので、ほぼね ZV-10II で撮られた映像になりますね。結論から言いまして、このカメラめちゃめちゃ使った感じ良かったです。っていうのもですね、めちゃめちゃやっぱ軽いんですよ。今回は写真作品がメインだったので、 Z9 とですねニコンの F3 っていうねフィルムカメラで写真作品を撮っていくっていう旅だったんですけれども、なので今回の Vlog は写真作品が第一優先にあって、その合間でですね Vlog を回してるっていった形になりました。なんですけれどもやっぱりですねこの筐体で運用できるので、今までだったらカバンからね取り出すのきついなとか、すでにね Z9 とかフィルムカメラ肩から下げてる状態なので、カバンから Vlog 用のカメラも出して回すっていうのがしんどかったんですけれども、この筐体なのでですね肩からそのまま下げてて撮りたい時にねスッと出すとか、そういった運用もできました。これ見てください、このサイズ感やばくないですか。重量がですね本体のみだと約ね 292g なんですけれども、バッテリーとメモリーカードを含んだら 377g っていった感じになりますね。めちゃめちゃ小さいでしょ。本当にですね最高ですね。でグリップはこんな感じでね結構ね深くなってるので、めちゃめちゃありがたいんですよね。こちらの方にウィンドジャマーをつけるんですけれども、 ZV-10II ねこのボディ内蔵マイクがめちゃめちゃいいので、外部マイクねつけないでいいんじゃないかなと思っております。本当になのでもうこれだけでですねコンパクトに Vlog 回すみたいなのが一番ね最適解じゃないかなっていう気が僕はしてますね。と地味に僕が評価したいのはですね、このバッテリーがですね大きくなったっていうところはねもちろんなんですけれども、電池持ちがね良くなりましたっていうだけじゃなくて、SD カードがですねここじゃなくてちゃんとねサイドの方になってるのが嬉しいんですよ。こんな感じでサイドアクセスで SD カードみたいなところがですねめちゃめちゃね嬉しいポイントかなと思います。 HDMI 端子は言うまでもなくですね、マイクロの方になりますね。小さい方になります。フルじゃないです、ご注意ください。今回はソニーのね FE11mm の F1.8 ですね、これで自撮りしたりですね広角のショットは撮っていったっていう感じになりますね。これめちゃめちゃおすすめですね。結構小さくていい感じです。
このキットレンズもですね、この PZ の1650の OSS の2ということで、まあ、パワーズームかつですね、手ブレ補正ね、レンズに入ってるんですよ。なのでめちゃめちゃおすすめ。かつ、レンズを結構カバーしてるので、レンズ1本でいろいろ撮れますね。で、見てください。このね、コンパクトさですよ。パンケーキサイズなので、もうこれだけで結構いろいろ撮れちゃうっていうのが魅力ですね。あとはね、W と T って書かれてると思うんですけれども、こちらのね、レバーでですね、ズームしたりできるのもめちゃめちゃいいなと思いますし、まあ、これは初心者の方に嬉しいのかな。このね、ボケ切り替えモードですよね。くっきりとかですね、ぼかすとかワンタッチでできるよみたいな。まあ、僕らみたいなね、人は使わないとは思うんですけれども、これは初心者にも優しいかなと思います。で、ここにですね、写真と動画のね、切り替えボタンがあるので、写真と動画をですね、独立設定して切り分けることができます。スロー&クイックもありますね、こちらの方に。液晶の方はバリアングルモニターになります。めちゃめちゃ小さいんですよ。本当に小さいんですけれども、今回評価できるところがですね、このグリップ感ですよね。握っていて手がすべてね、落ちてしまうみたいな恐怖心はね、全くなかったですね。あとはめちゃめちゃ良かったのが、結構ね、世論島旅ですね、もう船で出っ放しだったりとかしたので、充電できないんですよね。っていう中で、このバッテリーですよ。α7S3 とかね、α7-4 とかとね、同じね、大容量のバッテリーだったので、電池持ちが非常にね、良くなりました。なのにもかかわらず、全モデルからですね、40g しか重くなってないということで、これね、すごいですよね。で、今回ですね、動画のスペックっていうのが格段にアップしてるんですよね。4K の 422 の 10bit が撮れますね。スローモーションもご覧の通り 60p まで撮れるので、表現の幅がですね、だいぶ広がりました。で、僕のね、懸念点はですね、ボディに手ブレ補正が入ってないっていうところなんですよ。なので、電子手ブレ補正のですね、アクティブモードに頼ることになるんですけれども、どの程度使えるのかなと思ってたんですけれども、意外とね、これが効きが良くて使いやすかったです。今回 ZV-E10II 用にですね、購入したこの FE のですね、11mm の F1.8。このレンズはめちゃめちゃ相性良くて、アクティブモード使うとですね、ちょっとクロップ入るんですよね。なので、こういうね、広めのレンズを購入しておくと、Vlog めちゃめちゃしやすいなと思いました。で、アクティブモードを使ってね、動画撮影した感じ、結構ね、手ブレ補正の機器がめちゃめちゃいいんですよね。なので、ボディ内手ブレ補正入ってないんですけれども、自撮り歩きとかしててもですね、全然気にならないで使えますし、結構めちゃめちゃいいなと思いました。まあ、なんといってもこのカメラの魅力はですね、本当にね、軽さですよ。この軽さ、このコンパクトさ、本当にね、コンパクトのシステムで、カバンの中にですね、これぐらいのスペースがあったらですね、もう Vlog が撮れるシステムが完成するということで、あとこのキットレンズですよね。このキットレンズのね、16mm、50mm のね、OSS の2っていうのは、このレンズは2型になっててですね、手ブレ補正もついてるので、めちゃめちゃ使いやすいんですけれども、本当に動画撮影だけじゃなくて、スナップとかもこれ1本でですね、パンケーキサイズですよ。めちゃめちゃ薄いんですけれども、運用できるっていうところで、どうせ買うんだったらですね、このレンズキット買った方がお得かなと思うので、値段あんま変わらないんですよ、確か。ボディがですね、約15万ぐらいで、このキットレンズのセットがね、購入できるといった形なので、一緒に購入することをお勧めします。で、このセットを買った上で、このね、FE の 11mm の 1.8 を購入したら、今回キャッシュバックキャンペーンでですね、1万円キャッシュバックだったんですよ。なので実質ですね、このキットレンズのレンズはほぼただみたいな感じで、必要そうなレンズね、まとめて買っちゃうのがいいんじゃないかなと思います。次にね、いいなと思った点なんですけれども、このね、カメラ内蔵マイクがめちゃめちゃいいですね。今回の ZV-E10II ですね、指向性の方を選べるんですよね。例えばですね、僕が喋ってたら前方の音を中心に拾うとか、あとはこうやって何かを撮りながら Vlog しながらね、説明してるときは後方の音を拾うとか、あとはね、全体の音を拾うよとか、あとはオートのモードとか、マイクのね、使いやすさっていうのも非常にありますね。ではマイクのテストをしてみようと思います。今ですね、内蔵マイクの指向性の後方をやってるので、僕の声が綺麗に入ってると思うんですよね。次はですね、前方に変えてみます。波の音がですね、綺麗に入ってくるかなと思いますね。じゃあ切り替えます。はい、ただいまですね、内蔵マイクの前方ですね、波の音がさっきより綺麗に入ってるんじゃないかなと思います。はい、聞いてみましょう。いい感じですね。はい、次はですね、マイク全方向にしてるので、僕の声も波の音もですね、いい感じで全部ね、環境音入ってるかなと思います。こんな感じでですね、指向性が選べるのはめちゃめちゃグッドポイントですよね。ウィンドジャマーをつけてですね、もうカメラ内の内蔵マイクだけで結構いい音質で Vlog できるんじゃないかなと思います。僕はですね、いつも外部マイク使ってるんですけれども、この ZV-E10II 使った感じね、もう外部マイクすらいらないので、もうコンパクト運用してですね、こんな感じでウィンドジャマーでモフモフつけてですね、風切り対策すれば、もう余計な外部マイクつけずにですね、本当にコンパクト運用できるなと思って、もう僕はこのままね、そのまま使っております。もうね、このサイズ感で持てるのがやばくないですか？こんな感じで指1、2本、3点で持ってですね、もうこうやって持ってもね、重くないぐらいね、楽なんですよね。で、あと一個いいなって思ったのは、やっぱり Vlog カムっていうことだけあってです
ですね、結構ねこのタッチ操作がしやすいんですよね。こうやってカメラを向けながらですねタッチ操作でピッピッピッっていろんなモード切り替えられるのもめっちゃ快適で、あとはですね横の撮影から縦にした時もですねメニュー画面の方もですね縦に対応して動いてくれるんですよね。これもめちゃめちゃショート動画とかの撮影がやりやすいです。まああとはですね美肌モードだったりとか商品レビューモードって言ってねスッとねピントが合ってくれるモードとか、まあいろいろね Vlog カムっぽいモードはついてるんですけれども、あと一個ね惜しいなっていう点がありました。今回ねめちゃめちゃいい機能でシネマティック Vlog モードみたいなのがあるんですよ。何かというと取っ手出しの色味がですねめちゃめちゃ完成されていてですねシネマのルックで簡単に Vlog 撮れるよっていうね画期的なねモードなんですけれども、僕も使ってみて非常にね気に入ったんですけど、一個ね難点があります。シネマティック Vlog モードにすると自動的にですねこの黒帯が入るんですよね。シネマっぽいいわゆるシネマスコープと言われるね黒帯がね上下に入るので、ただでさえですねアクティブモードでクロップされた状態でこの黒帯まで入るとですね結構画角が狭くなります。なので自撮りしてるとですね顔面がよりねアップみたいに強調されるので、これ結構しんどいなと思いました。でこのねシネマティック Vlog モードの色味の設定めちゃめちゃ良くてですね、例えば S シネトーンにフォレストっていうルックをかけたりとか S シネトーンにオーシャンっていうルックをかけたりですとか、いろんな組み合わせで色味をこだわれるんですよね。なので本当に取っ手出しでですねシネマルックが作れてめちゃめちゃいいなと思うし、僕もこれで Vlog 撮りたいなと思ったんですけれども、どうやらですねこのシネマスコープの上下の黒帯外せないみたいなんですよ。なのでシネマティック Vlog モードを選択した上でですね黒帯ありなしとか選択できるとめちゃめちゃいいんじゃないかなと思いました。これねアップデートとかでですねこの黒帯のありなしですね外したり選択できるようにしたらねいいんじゃないかなと思うんですけれども、皆さんどう思いますでしょうか。結構ね Vlog 撮るときにですねこのシネマスコープまでつけないこと多いんですよね。まあ他の方の YouTube 見てても Vlog 撮影しててですね普通の Vlog においてですね結構ねシネマスコープつけてないパターンの方が多いと思うので、これをね取り外せると本当にね日常使いでですねこのログでも撮らずにですね ZV-E10II に入った色味だけでですねもう気軽に Vlog してハイクオリティなね撮影ってのがより身近になるんじゃないかなと思いました。いろいろ話したんですけれども、この15万っていう値段をどう見るかですよね。全モデルがですね 7,8 万か9万ぐらいだったかめちゃめちゃ安かったので高いんじゃないかって言われたんですけれども、僕全モデル使ってないから分かんないんですけれども、まあ使ってみた感想、これ15万だったらね安いですね。普通に 4K の 422.10bit でですね 60p まで撮れてもう上位スペックに負けないぐらいの絵がですね今回 Vlog で気軽に撮影しながら吐き出てきたのを見た時に、あもうこれ Vlog 撮影ねこれカバンに忍ばせとけばいいやって思うぐらいのクオリティだし、本当にねめちゃめちゃ軽いんですよ。もうこの軽さが異常すぎてもうこれやめられないですね。こんだけ軽くてあの絵出されたらですねもうこれ入れとくかみたいになっちゃいますよ。なので本当に気軽にねハイクオリティな Vlog したいってなった時に15万円でですね 4K422.10bit60p 撮れて、もちろんオートフォーカスも早いですし縦型のね動画撮影もめちゃめちゃしやすいですし、あとはなんといっても APS-C のシステムなのでレンズがね小型運用できるっていうのが非常にメリットで、めちゃめちゃこだわりたい絵力が必要なシーンっていうのは G マスターをつけることもできますよね。今回の Vlog もですね G マスターのレンズを使ったシーンがいくつかあるんですよね。こちらの映像なんですけれども、こちらはソニーのね FE24mm の F1.4 の G マスターを使っておりますね。24mm のね F1.4 の G マスターはそこまででかくないのでですね、こういった小型なレンズに加えて絵力を出したい時のレンズを1本入れておくだけでめちゃめちゃこだわった Vlog 撮影ができると思うので、本当にレンズ3本持ち歩いててもカバンのスペース圧迫しないんですよ。なので今回ねそのレンズ3本でこの Vlog のねシステムを入れた上で余ったスペースにニコンの Z9 だったりとかニコンのね F3 だったりとかキーレンズもですね何本も入れてドローンも入れてたので、スペースを節約したおかげで持っていけるレンズだったりとかフィルムカメラだったりとか、そういったありがたみっていうのもめちゃめちゃ感じました。ここまでですね動画のことについて喋ったんですけれども、写真の点にはちょっとね不満があるかなっていうところもありますね。具体的に言うとですねこの AF エリアモードがですねちょっと少ないなと思いました。AF エリアモード今見てみるとワイドとゾーンと、スポットL、 そしてトラッキングゾーンみたいなモードなんですけれども、このねスポットの L っていうのがですねスポットの L しかないんですよ。僕はですね所有してた α7-4 とかだと、フレキシブルスポット S とか M とか L とかサイズを選んでよくね使ってたんですけれども、それがねスポットの L しかねないっていうところとか、ちょっとねフォーカスのエリアモードが少ないなっていうのがちょっとね撮りづらいなっていうポイントだったんですけれども、まあ撮れなくはないです。
単に僕がですね上位のモデルを使ってたのでちょっと撮りづらいなっていうだけなんですけれども、まあ一応撮ることはできるといった感じですね。まあ僕はちょっとこのフレキシブルスポットは SML 選択できるとめちゃめちゃ撮りやすかったかなというふうに思いました。あとはですねファインダーがないのは Vlog カムなので仕方ないのでそこは我慢しようかなと思います。であとは注意すべきポイントがですねローがですね12ビットローなんですよね。前のモデルはね14ビットのローだったんですけれども、こちらの最新モデルの方は12ビットローになるのでダイナミックレンジがちょっと狭いかなっていった感じですね。まあ主にですね動画スペックが格段に向上しているので Vlog カムとしてのね役割を果たしにいったのかなっていう感じはするんですけれども、まあそこがですねスペックダウンしているのはちょっと気になりますね。14ビットローをねできなかった理由がもしかしたらあるのかもしれないんですけれども、詳しい方は教えてください。まあ AF エリアに関してはですねこういう Vlog カムっていうのはタッチ操作でね結構使っていく部分もあるので、まあタッチでね AF したらいいかなとは思うので、まあそこで対応するのもいいとは思うんですけれども、まあファインダーを覗きながらですねこのスポットの S でね小さくしてですね精度上げて追っかけていくみたいなのが僕のやり方ではあるので、その点に関してはちょっと使いづらいんですけれども、これはね慣れかなとは思います。 Vlog 撮りつつ写真も残したいなっていう時に2600万画素台でですね撮れるっていう選択肢があるだけでですね十分なので、まあこれでゴリゴリね写真撮っていきたいみたいな人は少ないかなと思うので、全然これはこれでいいのかなとは思います。はい、いかがだったでしょうか。今回はソニーのね ZV-10II のレビューをしていきました。購入検討されている方どれぐらいいますか。皆さんは購入されましたでしょうか。まあ発売当時はですねやっぱ全モデルがですね安かったのでこれね高いんじゃないかとか、まああと 5,6 万足したら α6700 が見えてくるんじゃないかとかで、 α6700 にですねまああと 5,6 万7万って足していくと α7C2 が見えてくるんじゃないかとかね、いろいろ言われたと思うんですけれども、まあ全然別物って考えていいと思います。 α6700 があったとしても僕はですねこの ZV-10II 使いたいなと思いますね。やっぱねこのサイズ感でねあの絵が吐き出てくるっていうのはそれだけで武器ですよ。なので僕は ZV-10II のこの軽さっていうのが一番ね魅力かなと思います。軽さを担保しつつこれだけね結果が出せるカメラっていうのはこのカメラだけじゃないでしょうか。という意味ではソニーユーザーのねまた一つ選択肢がですねコンパクト運用さらに高画質でみたいなところでですねできてきたっていうのは非常にいいポイントじゃないかなと思います。はい、今回の動画ね楽しかったよいいなって思ってくださった方はぜひねチャンネル登録グッドボタンよろしくお願いします。今回のね与論島の旅なんですけれども、写真作品中心にね撮影していったわけなんですけれども、こんな感じでねうまく Vlog 撮ることができました。写真作品の方も今回はねグリーンフラッシュが撮れたりですとか、新月だったのでめちゃめちゃ綺麗なね天の川が撮れたりですとか、結構ね撮れ高良かったので、そちらはまとめて写真作品に消化した上で今後ね写真作品の販売もね検討しているので、ぜひね引き続きチェックしていただけると嬉しいです。はい、今回の動画ね楽しかったよいいなって思ってくださる方はぜひねチャンネル登録グッドボタンよろしくお願いします。それではまた次の動画で会いましょう。じゃあね、バイバーイ。